ゲートを越えていく。やっぱりゲートの方滑りやすい傾向にあるんでしょうか。少しでも体重が前の折り返しでスタートしていくと、トルクコントロールをしっかりしながら練習の方をスタート展開していく。ライダーがスタートダッシュしっかりと決め込んで走っていける、こんな形でしょうか。ナイトリーチ、ここで1名のライダーが第2コーナーで転倒、大きなダメージはなさそうだが、バイクを起こすのに少し時間が手間取ったか、しっかりとバイクを起こして立ち上がっていく。その中、転倒ライダーはイズミピットに入っている。鉄拳ナンバー15番の魚谷スミトが今1番手でゴールに通過していく。そして山下がそれに通過でしょうか。そして鉄拳ナンバー91の山本玲がそれに通過。